皆さん、新年明けましておめでとうございます。お部屋メンタルビジネスを整えて素敵なわがままさんを育成する一級建築士イルマタルです。第38回イルマタルの部屋、お送りしていきたいと思います。この番組は、これまで片付けられない人を片付けられるように育て、片付く間取りを作る一級建築士からビジネスコンサルタントに移行したイルマタルがですね、毎回様々な分野でプロとしてご活躍されている方をゲスト様としてお迎えして、今の状況になるまでのプロセスとか、それから苦労したこととか、今後の展望なんかをもうね、深掘りして、これから何か始めたいなと思われている方にお伝えしていきたいなと思っている、番組となっております。で、最後にはね、ゲスト様の、思考、部屋、ビジネスのモヤモヤを解消するスッキリワンポイントアドバイスコーナーもありますので、たまにこれね、割愛されることもあるので、あるかどうかはまたちょっと楽しみにしていただければと思いますけれども、最後までご覧いただければと思います。で、この番組は毎月第1土曜日17時半から18時半、月1回配信を予定しております。で、新年になりましたけれども、皆さん、どのような年末年始を過ごされたでしょうか。年末にね、大掃除っていう風に称して大片付けをやっている人って結構多くって、で、その大片付け始まっちゃうと綺麗になるはずが終わらずに年始を迎えるっていうことがね、結構起こってしまっている人多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そうなってしまうね、原因としては、物の配置のルールが生活に合ってないとか、それから家族と一緒にお片付けができていないとか、それからそもそも間取りが悪いっていうようなね、原因があります。でも、おしゃれな部屋に住みたいとか、それから家事ももっと楽になったらいいのにとか、それから新しい家が欲しいけど、コスパ、ね、コスパのいい家がいいなっていうふうに思われるっていう方はね、とっても多いと思います。皆さん、今日朗報でございます。今日はですね、そんなあなたの夢を叶えてくれる住宅デザイナーさん、住まいづくりのコンサルタントさんともいう感じでもあるんですけれども、がゲストさんね、来てくださっております。それでは早速ね、本日のゲストさんを紹介したいと思います。本日のゲストは、私と暮らしを整える住まいづくりコンサルタント、滝千恵子さんです。千恵子さん、よろしくお願いします。もう最初から簡単なのでもうちょっとね、笑っていくしかないみたいな感じにはなってますけれども、はい、ではではね、初めに私の方からね、千恵子さんのプロフィールの方をお伝えしていきたいと思います。はい、千恵子さんはですね、13歳年上のお兄さんと、それから5歳上の、ダウン症のお姉さんと3人兄弟の末っ子として神戸で誕生されております。で、末っ子気質で何でも自分の思い通りになると思っていた幼少期だったそうです。で、その頃からおしゃれが大好きで、タンスをひっくり返して服を選んで、まあ、お母様のね、化粧品を絵とかアクセサリーとかを拝借して、まあ、それが日常茶飯事だったっていう、そう、そんなね、なんだけれども、人見知りで結構おすましさんだったんですね。ややこしいですね。そう、でもね、意志がね、すごくて、まあ、頑固者っていう風にも取られるような方だったそうです。で、障害を持つね、お姉さんを絶対に守る、もう差別が大嫌いということで、まあ、すごいね、正義感が強くて、強すぎたためにいじめの対象になったこともあるそうなんですけれども、まあ、中学受験のために通っていた塾があって、まあ、そこがね、違う世界、になって、まあ、居場所があったことで、無視したければすればいいよみたいな感じで、まあ、気持ちをね、強く持っていたそうです。で、その後中高一貫の私立女子校に進まれて、きらびやかな同級生たちに憧れ、足りない症候群を発症しバイトに明け暮れて大学受験に失敗してしまったとっていう経緯があられるそうです。でもね、ここでね、理想の自分に近づくために、やっぱり見栄を張るっていうね、スキルを手に入れられたんですよね。すごいですね。見栄を張るってやっぱスキルなんですよね。で、これが高見え技術が上がるっていう、安いものをね、高く見せる技術が上がるっていう、その高見え技術を上げたことで、庶民でもおしゃれに、見える技術っていうのをね、身につけられました。で、その後文系の女子大学に進学されて、あとイギリスに短期語学留学研修に行かれたりとか、あとバイトに明け暮れたりっていうね、外の世界を楽しんでいる大学の話が一個も出てこないっていうね外のね、世界をね、とってもね、楽しまれていたんですけれども、実は外の世界を楽しんでいると、お家がね、自己自身の部屋が欧米屋になってしまっていたというね、経緯を持たれてます。で、その後ね、
そう、新卒で、文系なのにもかかわらずリフォーム会社さんに入社をされて、うん、その中でさまざまな仕事を経て今のご主人とも知り合い、結婚されたっていう風な形になって、その後ねご主人が、独立をされるっていうことで、うん、住宅会社プラスホームっていうのを一緒に始められました。でその中でね、千恵子さんは新築戸建て住宅のプランニングやインテリアコーディネートを担当されているんですけれども、主婦の目線からの効率よく、ね、しかもお家でもキュンとしながらね、暮らせる住まい作りっていうのを研究しておられて、まあ、それを研究しているうちにズボラでも片付く、家にしたいっていうふうに片付けに目をつけられて、ライフオーガナイザー1級を取得し、お客様のお部屋を片付けるお手伝いっていうのを始められました。でその経験から現在はね、住まいのための整えメソッドっていうのをご自身で開発されて、今現在片付けに困っている人、これから引っ越ししたい人、それから家を建てたいと思っている人、リフォームをしたいっていうふうに思っている人たちに伝えることで、このね整えメソッドを伝えることで快適な生活をしていただくお手伝いをされています。で最近では12分整え部っていうね、めちゃくちゃキャッチーな言葉の部活です立ち上げられて、今ねそのお片付けの基礎力っていうのをね作っていく、整えられるというところにも尽力をされています。まあ、こんなね、面白いあのいろんな経緯のあるあの千恵子さんにこれからねお話をいっぱいね伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまずね千恵子さんご自身の、うん、今ねどんな活動をされているのかっていうところからお話ししていただけますか。はい、先ほどねあのご紹介もいただいた通り、大きく2つ活動をしてるんですけれども、まず1つ目があの主人と一緒に夫と一緒に、神戸市、兵庫県の神戸市を中心に分譲住宅を建てる、あの家を作るという仕事をですねをしております。でそちらの方では間取りとかデザインっていうのを主に担当していて、でもう一つの仕事が整えメソッドの主催ですね。でこの整えメソッドっていうのは、まあ、ズボラでもできるっていうところと、まあ、片付けを通して自分自身とお部屋を整えて、そういうメソッドなんですけども、で家族でみんなで家事をシェアする。で家事って、まあ、家族のことなので、あの家族ごとシェアっていうのを提唱しております。いいですね、はい、家族ごとシェア。そう、結構ねママは一人でね家のことをこう一手にね引き受けちゃいがちなんですけれども、まあ、うまく家族にこうやってもらうための声かけとか、そもそもそういう形になるためのマインドの整え方っていうところもお部屋の整理と一緒にお伝えしてサポートをしております。バッチリですね、はい、いやでもなんかねその家族でやっていくってめちゃくちゃ大事じゃないですか。大事ね。そうなのになぜかお母さんだけがお家のことしなきゃいけなくて、でもう家建てる時になったらなぜか旦那さんが出しゃばってくるみたいなむちゃあるあるですよ ね。そうで結局旦那さんが出しゃばった結果、奥さんにとっては使いにくい間取りになってしまったりということも多々あると思うんですよ ね。でもねそこを、改善するために整えメソッドっていうでメソッドを作られて、さらに家族ごとシェアっていうことで、家族もやっぱり巻き込んで、ね、進めていかれるっていうことをされているってことで、めちゃくちゃね今後が楽しみですよね、はい、頑張ります。はい、ではではねちょっとねいろいろ聞いていきたいんですけれども、まずなんかお子さんの時、子供時代に、はいはい、おしゃれに興味があって、はい、でまあ見えっ張りのおかげで高く見え、技術が上がったっていうところがあったんですけど、私なんかまあ、まずこのなんだろうおしゃれに興味を持つきっかけみたいなのってあったのかなと思って。いやね、きっかけとかはもうねわからないんですよ。もうあの物心ついた時にはあのおばあちゃんが買ってくれた一張羅みたいなのを、もうどんだけ親が隠してもタンスからこう引っ張り出してきて公園に来て行っちゃうとか、あのそうです、親の化粧品勝手に使うとか、なんか小物でなんかこうベルト巻いてみたりとかっていうことを本当になんかこううっすらとした、多分あれは小学校には行ってなかったんじゃないかなっていう時の記憶としてもあるんですよね。なるほどね。そうだからね、もともと生まれつきおしゃれに興味があった。そうなんですよね。で、うちの親は
いわゆるこう流行ってる、なんて言うんだろう、アニメとかで出てくるようなキラキラした靴とか、うん、そういうの買ってくれない家だったんですよ。わかる。そう、あの子たちが履いてる、うん、あの靴が欲しいって言ってもすっごい履きやすいスニーカー買ってくれるみたいな家なんですよね。わかる。うちもそうだった。そう、だからそれを履いてでもどうにかこうにか私のできる力でみたいな感じで、うん、もう小さい時から工夫してたんですよね。なるほどね。そのままだからその小学校に入って、うん、さっきもちょっと触れたんですけど中学受験をするための塾に行ったんですけど、うん、私の住んでた地域って、うん、そんなにこう中学受験が活発な地域じゃなかったんですよ。あ、そうなんですね。うん、ただうちのあの母がすごく教育熱心で、うん、まあ多分ねその姉が障害者だったっていうところもあると思うんですけど、うん、あの女でも絶対自立して自分の人生を歩んでいかないといけないっていう考え方を持ってる人で、うん、私3人兄弟の末っ子なんですけど、あなたは絶対に大学まで行かないといけない、手に職を持って自分一人でも生きていけるぐらいのスキルを身につけないといけないっていうのをずっとこうシャワーのように浴びていたので、まあ、そんな考え方で、まあ、塾に行ってたんですけど、うん、あの行くとですね、まあ、中学受験を考える家っていうのは、まあ、裕福な家も多いわけですよ。わかるわかる。でもうちはね普通の家なんですよ。すっごい普通の家なんですよ。でその何デパートで買ったような服っていうのは、うん、年に1回音楽会の時にね、うんうん、買ってもらえるみたいな、でその音楽会の時に買ってもらった服をお正月に着るみたいな、うんうん、そういう家だったんですけど、うん、そのきらびやかなちょっとあの百貨店で買ったね、うん、ブランド物のお洋服を着ている友達がたくさんいて、うん、でもそのキラキラしたとこに私も入りたいわけですよ、うん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 、どうやったらここのこの中に入ってもおかしくないようにできるかみたいな感じで、その頃からもう創意工夫です。なるほどね。そうだから当時はもう30年ぐらい前の話なので、うん、今みたいにファストファッションっていうのがなかったんですよ、うんうん、なかったね。買うのはダイエーとかねコープとかね、あとイオンの前身のジャスコとか、そう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 。もうそこでもう目を皿のようにして、うん、この中で一番素敵に見える服は何だとすごい。いやでもなんかわかる。私も高校が私学だったので、うん、で私学に行くとやっぱり中学校中高でその学校に通ってるお家、うん、やっぱすごいわけですよ。そう、そうですよね。うん、あのね送り迎え、うん、修学旅行行ってね送り迎えする時の車がおうっていうおうですね。そう、うちカローラだけどみたいな。わかる。うん、そうだからなんか服とかも持ってるもの違うし、なんか感覚も違うしね。えでも私その中で、うん、あのなんか逆に私はあ別個の世界ってもう完全に切り離しちゃってたんですけど、ちゃんとそこに入っていける技術を見つけられたんですよね。だから、まあ、今考えたらね、もしかすると、うん、その本当のお嬢様方からは、うん、なんか何この子って思われてた可能性もなきにしもあらずなんですけど、当時はこれだったらいけるっていう感じで、うん、まあ、思ってましたね。じゃあね、うん、そんなにね、すごいなんかおしゃれが好き、うんうん、なのに私なんかこのプロフィールね作らせてもらってる時に、うんうん、あれなんで千恵子さん、うん、アパレルじゃないんだろうって思ったんですよ。ねー、そうな、え、なんかリフォーム会社に就職されるってなんか全然ちょっと違うイメージ。まああのおしゃれなことが好きだから、もうおしゃれなお家も好きだったのかなと思ったけど、なんかそこまでにお家のことに興味があるっていうのをなんかあんまり見てなかったなと思って。そうなんですよ、家にはね、うん、全然興味なかったんですよ。あ、興味なかったんですか。だってお部屋だもの。あ、そうか。あなたの部屋だけには絶対入りたくないってこう母に言われる。踏み込みたくないの、踏み込みたくないみたいな、うん、感じなんですけど、うん、そうアパレルはね考えもしなかったっていうのが実際のところで、あの大学時代にアルバイトして、私飲食店でバイトしてたんですけど、うん、はい、それこそお洋服が好きな子とかは、うん、アルバイトでアパレルに行ってる子とか、うん、大学途中で辞めちゃってアパレル会社に就職した子とかもいたんですよね、うんうん、あの知ってる人たちの中で。でその子たちって結構そのちょっと安くなるじゃないですか、 ああいうとこで働くと社員割引みたいな。そう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 、うん、でめちゃくちゃそれで服を買って、うん、結構なんか救急な生活を
してる人が多かったのと、だから私結構その、まあ、いわゆる上流階級みたいな人たちと一緒に過ごす一般ピーポーだったので、うん、上流階級に憧れてたんですよ。なるほど。だから稼ぎたかったんですよね。うん、でその母からのあなたは自立して一生稼げる仕事をっていうので、アパレルって一生できる仕事っていう感じもちょっとなかったんですよね。あー、なるほどね。やっぱり若い人しか店員さんにいないし、うん、その頃ってその社会の仕組みもよく分かってないから、うんうん、行ったらこうもうその上にこう道があるっていうこともちょっと想像できなかったので、うん、で私はその安い服をどうにかこうにかおしゃれにしてみせるっていう、うん、しかも古着屋さんとかに行ってるおしゃれな人たちと違ってて、ほう、そういうおしゃれ、うん、超本当のおしゃれさんたちとまた違ってて何本当のおしゃれさん、何またおしゃれさんにもなんかいろいろ格付けがあるんですね。なんか本当に多分おしゃれが好きな人って服作りに行ったりする人たち、うん、専門学校で、うん、そういうところには全然そこまでは全然なくって、うん、あるものを組み合わせて、うん、しかも古着とかも難しすぎてわからないみたいな。なるほどね。だから今でいうファストファッション的なお店の中にキラリと光るものを探して、うん、それっぽく見せるっていう、うん、そのニッチなとこにいたので、そうすると本当のセレクトショップは敷居が高すぎて買ったこともないし、そこで働くっていうのはちょっとビジョンとして見えないし、なるほど、そのファーストなんか私が買いに行くところは別に素敵な場所じゃないから働きたくないし。あ、じゃあどっちも理想に合わない感じ。そう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 、なるほどね。そうなんですよね。もう言っててややこしいですよね。でもなんかその自分の軸が結構しっかりしてる。そうですね。だからそうね、うん、そういう意味で言うと私が働きたいと思えるようなアパレルの会社はちょっと見つからなかったっていうことかもしれないですね。ですね。だから、うん、そのね、なんだろう、今で言うプチプラみたいな、うんうんうん、ものを使ってうまく組み合わせて、うん、こう見せれますよっていうショップがあったら、もしかしたら行ってたかもしれないですね。あったかもしれないけど、うん、でも安いのは安い、そうそうそう、高いのは高いっていう、なんか極限二極化している時代。そうそう、まだ何、あの時ってユニクロとかもあんまりなかった。そう、ユニクロが、うん、なんてユニクロなんだって言えるかっていうと、ああ、このアイテムだったら言えるみたいな。フリースが超売れた、うん、はいはいはい、あのカラーバリエーションだって言った時、そう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 、うん、あの時になんかちょっと大きめのパーカーにこうすっごい高いヒールを合わせるっていうのが流行ってて、そのパーカーだけがユニクロで、デニムもすごい高い、うん、履いてる靴もすごい高い、カバンもブランドもの、うん、でも服だけユニクロが OK みたいな時代なんですよ。なるほど。だからそこでユニクロに行こうとも思えなかったんですよね。あ、なるほどね。そう、でも、いや、そう、私からしたら助かったみたいな。でも確かに、なんかユニクロの当初って本当になんかそんななんかね、うんうん、着れるものがなかったし、うん、そう、世代的に私安室ちゃん世代なんですよ。安室ちゃんと浜崎あゆみさんが出てドカーンって行ったぐらい、なるほど、ね、なんで結構そのギャル系っていうんですかね、うんうん、そんな感じの流れに憧れてたタイプ。ああ、じゃあちょっと違いますね。そう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 、ね、そうなんですよね。なるほどね。じゃあなんか、じゃあ今度そこから、うん、まあ、リフォーム会社に進まれてるじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、今までさっきもおっしゃってたみたいに、お家に興味なかった。ね、お家に興味がなかったのに、うん、なぜリフォーム会社に就職されたのか、きっかけ、ね、ってあったんですか。結果的にリフォーム会社だったっていう結果ね。感じで、そう、就活始めた時は、うん、ウェディングプランナーに憧れてたんですね。いいね。そう、なんか幸せな、うん、一番幸せな時を演出するみたいな、うんうんうん、で当時はあのハウスウェディングっていうのが流行り始めてた頃で、はいはいはい、レストランウェディングとか、うん、今だったらこう結構メジャーどころ、うん、だけど多分それが出始めで、それ以外だったらのいわゆる結婚式場っていう、うん、昔からあるね、はいはい、玉姫伝じゃない、そう、言っていいのかなと思って黙ったけど。そう、そういう感じのところじゃないところが出てきた頃で、うん、こうオリジナリティを
結婚式でも出していいんじゃないかみたいな時代が始まった頃で、で、そういうプランを考えてお客様がこう幸せになる手伝いができる仕事ってすごい素敵だなみたいな、でウェディングドレスとかもすごく素敵だし、そのウェディングのそういうゲストハウスなんで素敵なんですよ。そういうところもなんか見て、あ、そう、今思えばそれでちょっとこうお家っていうのもインプットされてたのかもしれないですね。あ、確かに。でも結構新卒には狭きもんで、募集してるところも少ないし、取る人数も少ないし、即戦力求むみたいな。ああ、なるほどね。まだ業界が若いから。そう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 。でなかなか難しくって、やばいみたいなこのままでは就職浪人してしまうみたいな感じになった時に、いくつか行く説明会の中で、私がその就職した会社があって、そこもすごく若いベンチャー企業、流行ってた頃ですね。で、あの、私たちの1個前の内定者、まだだから4月じゃなかったので、説明会って多分ね1月とか11月とか1月とかにその頃はやってて、だからまだその1年上の先輩も卒業してない、ということはそれ3回生の冬に説明会があったんですよ。そっか、私就職の時3回生の時に動いてないから全然わかんないんですけど、3回生で動くんですね。そう、なんかね、文系と理系とかでもちょっと違うし、多分今もまた全然違うと思うんですけど、当時は早かったら多分ね金融業界が一番早くって、金融業界はなんかね秋ぐらいから動いてた気がします、3回生の。はあ、早っそう、だから決まるのも早いし、そう、だからもう4回生に上がったらもう決まってるみたいな感じだったんですよね。そう、で、そこ行った説明会でもう1年上の先輩が説明会を仕切ってたんですよ、卒業してないのに。そう、だから入社してないのに。いや、入社してないのに。そう、それがすっごい面白くって、でもちろんその社員さんとかも出てくるんですけど、運営してるのが司会とかだから学生がしてるんですよ、すごい、何この会社みたいな。それは何、たどたどしいとかっていうのはなかったか。全然なくって、芸達者なんですよなるほど。そうね、なんかすごく面白い会社だなと思って、でさらに建築学科じゃなくても大丈夫、むしろ建築学科じゃない方がいいぐらいの感じだったんですよ、ね、建築の学科はね、もう個性強いのが多いんでねそう、なんか設計ができる人間よりも、暮らしを考えてヒアリングできる人間がいいっていう考え方をその会社の社長さんがされてて、でじゃあ文学部でも行けるみたいな感じで受けてみたら、こうあれよあれよと決まっていったんですよね。なるほどね。そう、いやでもそうすると、まあ文学部からまあリフォーム会社に入るってなると、建築の知識は全くないわけじゃないですか。ないですね、ゼロですね。で、そういうのって研修とかちゃんとしてくれるんですか。研修は若い会社だから研修とかであったかななかったよねだから、入社して初めの仕事は、網戸の張り替えの仕事を取ってくるっていう網戸の張り替え、でっていうことは営業を、営業です。なるほど。そう、営業しかしてなくって、だからこう、そのね、当時はねチラシ営業っていうのが全盛期だったんですね。だから新聞の折り込みチラシで、価格がこうバーって載ってるんですよ。あ、はいはい、今でも入ってるようなやつですよね。そう、なんか給湯器交換何十万、網戸の張り替え何千円からみたいな、で電話がかかってくるんですよ。あ、でその新卒で知識がなくてもいけそうなやつ、なるほど、そうが来たら行ってこいみたいな感じで行くんですよ。でなんか面白いんですけど、その網戸の張り替えもね、やっぱね、あのちゃんと業者さんに頼むと高いじゃないですか。はい、だけど業者さんじゃないんですか。業者さんっていうと、ちゃんとなんていうのかな、冊子屋さんとかに外注すると、まあまあちゃんとするんですよね。でそこに会社の利益を乗せると、とてもじゃないけれども、そのチラシに書いてある値段にならないんですよ。あの何千円からっていう、あのからそうそうそう、どんなこんな網戸みたいな何するかっていうと、自分たちでその網戸を持って帰ってきて、で会社にもそのなんていうのかな、大工さんみたいな
現場監督みたいな、うん、何でもできる人みたいな人がいて、はい、その人にお願いすればその価格になるんですよ。なるほど。だからこうわっせわっせと網戸を持って帰ってきてでも取り外すのも大変なのもあるでしょう。いやだからもうそれももう汗をかきな、ほんと油汗をかきながら取れないどうやって取るのこの網戸みたいな。そう、特に今マンションの網戸とか難しいしね。そこでもね、うん、その見えっぱりがね、うん、ちょっと発動しちゃって、うん、取れますみたいな顔をしてしまうわけですよ今考えたら新人なんだからできませんって言って、うん、先輩呼んできますとかやった方が可愛いのに取れますけどみたいな顔をしてやっちゃったわけね。そう、うん、そうなんですよ。でももうちょっとこう進んでいくとやっぱりもうちょっとややこしい仕事が出てくるわけですよ、うんうんうん、もうたった一つ給湯器交換するにしてもね、うん、難しいんですよ給湯器交換するのって。なんかいろんな種類が、種類も多いし、あと配線配管、そうで給湯器だったらガス水、うん、電気全部だもんね。分かんないんですよね、うん、分かんないんだけどなんか分かるような顔して見積もり適当に作っちゃって、うん、出したらもう契約しちゃったら、うん、やらないといけないじゃないですか。はいはいはい。で実際やったら取りに来た人がいやこれとこれ交換できないよ、うん、でもどうしようもないですよね、うん、赤字ですよ、うーんみたいな。でしかももうなんかその説明してくれるんだけどその設備の専門用語がもう訳がわからない言葉が出てくるから、うん、もうみたいな、ずっとこううんわかりますわかりますみたいな顔をわかんないくせにせざるを得ないよね。そう、しかもね、うん、私の顔って結構分かってる感じに見えるみたいで、うん、もうやけややこしいですよねなんかもう自信ありそうみたいな、そうできそうみたいな、うん、だからもう悲惨ですよ。もうクレームの嵐ですよえ、じゃあそのクレームとかは対応どうされたんですか。いやもうそれもなんか悲惨ですよね。最初だから若いし、うんうん、なんかずっと分かったふりみたいなことを続けてだから自分自身が悪いっていうことを認めないから、うん、もうお客さんがもう怒っちゃって、うん、もうお前じゃ話になんねえよみたいな感じで上司が出てくるみたいな、うん、でも部屋ぐつぐちがねすごかったんで、お上司が出てきてそこ収まりますよね、うん、会社に帰ったら怒られますよね、うん、さらに私は部屋ぐちを叩いてですねお前はほんまにすごいなって言われたんですよ、うん、ようそんなにこう勝とうとするなとなるほど、あ勝とうとしちゃうんですね。そう、うん、私悪くないしみたいな。でも新人あるあるですよ ね、もう終わってますよね、うん、まあそこをねなんだろう、ちゃんと育てていくのが上司の仕事でもあると思うんですけど、けどやっぱり個人商店みたいな会社がこう新卒を入れてやっていこうっていう時期だったので、うん、なかなかそこもねうまくいかなくって、うん、結局潰れちゃったんですよね、うん、自分で勝手にメンタルがね、メンタルもやられるし、うん、もうなんかあ小鳥がさえずっている、そろそろ帰らなきゃみたいなやばい思考にこう回っていくみたいな。そう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 、なるほどね。でもあの時代はもう今考えても一番、うん、なんか働いてたかどうか、今となってはそれ本当に働いてたのっていう感じもあるけど、うん、でも多分一番きつい3年ぐらいですね、うん、いやでも新卒でそのきつさを味わってると、うん、他どこ行っても楽になりませんでした。もう次行ったところなんかもう天国のようでしたよね次は全然違うお仕事に、全然違う。もう3年でその潰れてしんどいってなった時に、うん、知り合いに声かけてもらって、うん、その岩盤浴サロンをね、うん、ちょっとね一時期すごい一世風靡しませんでした。したした。そう、その頃でやるんだ、うん、副業でやるんだけどなんか違う種の業態の会社があって、うん、でやるんだけど、うん、なんか今探してるんだけどやるって言われて、うん、あじゃあ社員で働かせてくれるならみたいな、うん、で行ったんですよね、うん、もうじゃあのカウンターに立ってるだけっていうそう、あの建築業界あるあるだと思うんですけど、うん、なんかあの建築業界ってずっと自分で何か考えなきゃいけないから、受付って何するんやろっていうのが理解できないというか、そう、うん、だからね受付にいるだけでもなんだしみたいな感じで結構イベント企画とかも勝手に自分でやっちゃって分かる
チラシとかも自分で作っちゃっていろいろやってみるみたいな。そうで、そこではあの社員が2人とあとはアルバイトの子たちで回せたんですけど、やっぱねあの若い子たちが女の子ばっかりだし女性のお客さんばっかりなんで、うん、いろんなお客様がいらっしゃって粗相しちゃう、うん、ちょっとこう嫌なことというかお客様にとって嫌なこと言っちゃったりしてスタッフが、うんうんうん、至らなかったりしてクレームが来たりとか、うんするんだけど、それも私がもちろん社員だから対応しないといけないんですけど、うん、もうなんかその3年間受け続けてきたクレームってやっぱり家なんで、うん、何百万とか、うん、何千万とかに対する工事へのクレームなんで、うん、もう圧がやっぱすごいじゃないですか、うん、そうでしかも一生もんだったりするからね。そうそうそう、なんかひどかったらもうこのままだと裁判だぞみたいな話からのこの岩盤浴でこんなことがありました、うん、いくらでも聞きますみたいなもう本当にこんなもう寄り添えるみたいないやでもその寄り添えるっていうのが今もしかしたらね、あのお片付け整えメソッドでもお客様に寄り添うっていうことされてるじゃないですか。 そうですね、そこのなんか基盤になった自信になったかもしれないですね、うん、なんかこのお客様は私しか無理みたいなお客様が一人じゃなかったんですよ、うんうん、話聞いてくれるし、そうあの私旧姓タダって言うんですけど、うん、タダさんいるみたいな、あタダさんじゃないと話せないみたいな、うーん感じのこう、まあ、ちょっとこうナイーブなね、うんうん、お客様とかもいらっしゃったりするともう、ま、岩盤浴の受付で私指名って何っていう感じなんですけどそれすごいですね。指名受けれるっていうことが自体がね、やっぱすごい。何の指名みたいな、書き換え渡すだけやけどみたいなね。それはすごいなんかこう、うん、自信になりましたね。お話を聞けるっていう。素晴らしい。ね。そう、面白いですね。ね。いやーなんかそんないろんな経緯を持って、うん、でその後ご主人が独立をされて。そうそう、なんかね、うん、そこからもね、なんかその岩盤浴結局閉めちゃったりして、うん、あのいろんなね派遣会社でちょっと、うん、うっすら建築に関係あるところに行ったりうっすらうっすらなんか全然関係ない飲食業界なんだけど、うん、あの飲食店を建てるための店舗設計の部署のアシスタントみたいなところに行ったり、はいはいはい、でそこで主人と知り合って、うん、偶然なんですよ、彼は偶然不動産業界にいたので、はい、あのちょっとこう建築の建て売り業者にいたんですよね。あなんちょっと建築の話しても通じる面白いやつがいるみたいな感じで仲良くなって、うん、で働いてた時土日休みだったんですけど彼は水曜休みだったので、うんまあ、派遣だしちょっとこう休み合わせるかってなったらやっぱ業界一緒になりますよね。そうねで水曜日休みといえばそうそうでただいまみたいな建築業界ただいまみたいな感じでハウスメーカーの、うん、あのリフォーム部分のこうショールームの受付してたんですよね。なるほど。でもまあねもうそれまでに建築のそのリフォームする知識とかもあるし、そうそうだからそこでもすっごいこうやっぱりね中小でやってきたたくましさ、うんうん、ハウスメーカーの大手のあの大手育ちの方と比べると違うよ、ね、アグレッシブさが違ったみたいでなんか使えんなみたいな感じでわかる。そうなんかね大手の方ってあのなんだろう大手のやっぱ育て方があるので、うん大手のそこに染まちゃんとその仕組みの中で育っていかなきゃいけないっていう中で育っておられるので私ももう中小でね育ってきたというかアグレッシブに動いてあのライオンのあれですよね崖落とされたところこうやってこう登りながらのもう本当にそんな感じに育ってきたので、うん、まあね今あのいろんな大手さんともやらせてもらってますけどおうって思うそうそうそう全然違いますよね、うん、あのあここ動いたらと思うところね、うん、あのやっぱり動くっていうところの知識がないそう、うん、でやっぱり動くにも許可がいるんですよ、うん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 、でその許可がいらないところも許可いるのかなっていう時間がありません、うん、ありますねそう、そんな中でこう、うん、やっぱり私一人で受付をしてたので、うん、平日とかやっぱりそんなに人来ないんですよね。そうですよねそう来ないんだけど来た人はやっぱちゃんとキャッチしないといけないので、うん、なんかこうぴったりだったんですよね。起点がいるそういうこう、うんうん、ちょっとしたことを自分で判断して、うん、その次の営業さんにつなげるで営業をやってたからあそうか営業の気持ちがよくわかるっていう、うん、
なるほどね。そう、営業やってるって強いですよね。そうなんですよね、うん、一番しんどいところでやりたくないなって思って辞めたんですけど、やっぱりあの経験ってすごい大事だったんだなって、うんうん、ね、私営業経験がないのでわかんないんですよ、営業ってどうやってするのか。そっか、うん、そう、なんか私の場合はどちらかというと営業をするではなく、なぜか来るっていう、うん、あ、めっちゃいいやつですね一番いいやつです、ね、なんか来たみたいな感じで仕事をしてきてるので、本当に営業わかんない、ね、あ、私営業下手くそやったんですよ、うん、営業職だったけど、うん、人の話を聞くのが好きで、なんかあんまり欲を出さなかったら契約取れるけど、数字追いかけると全然わかる、なんかあと今月いくら行ってこいって言われたら絶対無理みたいなあの、わかるわかる、そう、だから全然関係ないのに、月初のなんか普通ほら月末に詰めてこいみたいなのよくあるじゃないですか、はい、月末に詰めてこいっていうの全然詰めれなくって、うん、あの月初とかに急にあげるみたいなその月末のやつが月末に決まらなくて、なんかちゃんと話聞いてたら月初決まるそう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 、いやでもなんかそっちの方がね、お客さんも喜ばれますよね。そうなんですよね、うん、なんかそういう仕事がしたかったんでしょうね、うん、いやそういうとこでもちょっと苦しくなったのかもしれないですね、あ、営業の時代は、ね、そう、そうで今まあご主人が独立をされて、でまあね、プラスフォームっていう会社を今一緒にされていて、うんうん、で住宅のデザインとかをしている、そう、もうやっとだからね、一番自分がやりたかったことが、うんうん、できるようになって、もう本当に夫にこうありがとうございますみたいなやっぱり独立して最初数年は、うん、いきなりその家を建てるっていう資金力がちょっといるので、うん、できなくって、不動産業を中心にやってたんですよ、仲介業者みたいな感じでやってたんですけど、はいはいはい、うん、だからそこだと私まあやることがないし、うん、できることがないし、うん、あの子供もその頃に出産してたりしたので、うん、その数年はね、なんか一瞬だけあの農政局でバイトとかしてました。農政局まあそれはまあさておき思わず深掘りしそうになりましたけどそう、ひたすら地図をあの、うん、見て、うん、その地図が畑かどうかっていうのをこうマーキングしていくっていう私もね、都市計画やってたから、実は地図の仕事やってたんですよ。そう、もう本当に電話も出なくていいよとか言われて、うん、なんかもうこれだけをこうひたすらパソコン上でする、うん、え、もう電話出てもいいですか、お願いだから電話に出させてくださいみたいないや、私それの現地回るのもやってました、地図と合ってるかどうか。そっちにはね、うん、行けなかったんで、本当に地図だけを1年ぐらい見て、もうこの仕事本当に無理と思ってで、インテリアコーディネーターの資格もその頃に取ったんですよ。あー、なるほど。そう、だから建築の仕事してた頃は持ってなかったんですよ。ノー資格ノーライセンスでやってたんですけど、うん、やっぱりその主人がやるっていう時にいつかは一緒にって思ってたので、うん、で主人も建て売り出身だったので、建て売りはいつかって、うん、思ってたので、その時は一緒にやりたいっていうので、うん、その頃にインテリアコーディネーターの資格も取って、うん、でやっとできるようになって手伝い始めて、そう、なんかすごくこう思ってたこうプランニングっていう、しかもこの営業かけなくていいんですよ、建売り住宅っていうのは、うん、売ってくれるので。なるほどね、仲介業者さんが売ってくれるのに、私たちはいいものさえ作ればいい。ああ、一番理想的かも。そうっていうので、でもあのそのところにね、ちょうどね、私たちも自分の家を探し出してたんですよ。そろそろ家買えるかもしれないみたいな。あ、ご主人頑張られた。そうで探してて、うん、でもまだその自分たちで建てるっていうスキルがなかったので、うん、前にいた会社に建ててもらったんですね、うん、でその前にも結構いろいろ見に行ったんですよ。中古住宅も見に行ったし、うん、もう建ってる家も見に行ったし、うん、でもなんか全然思ってるのがなくって、うんうん、なんかこうええっていう家しかなかったんですよね。わかる。そう、うん、でその時はリフォームするっていうのもちょっとこうなんかローンとかの絡みでちょっとあまりこううまくいかなくって、うん、もう新築をやっぱ建ててもらう、でも建て売りの会社に建ててもらってるので完全自由設計とかではないんですよ。おお。だから基本的な枠が決まってる中でわがまま聞いてもらうっていう、なるほど、形だったんですね。うん、セミオーダーみたいな、そんな感じですね、うん、で私としてはもう超超超こだわりを薄めて
もうなんとかかんとかこれならばみたいな感じでやったんですけど、もう現場監督さんの顔の苦いことをもうね、あの特に女子がわがまま言うとね、現場監督さんとかも言ってきたよみたいな、なんかあすごい空気重いけどお願いしますみたいなそこいけんのすごいですねもう滝井さんの奥さんやばいなみたいなこと絶対言われてたと思うんですよ、うん、でもいいんです、こだわった方がそう、うん、で建てた家が、うん、自分の家で、まあ、気に入って住んでるんですけど、うん、その建て売り実際に自分たちでやるってなった時にこれぐらいの私たちが今住んでるぐらいの家のクオリティが建て売りでもできるんじゃないかって、うん、欲しい思ったんですよ、うん、でまあまあ弱小じゃないですか2人でやってるんでなんであのそういう家を作ろうっていうことでやり始めたんですよね。なるほどね。ってなるとまあ私もね片付けのこともやっていて、うん、建築もやっていてだったんですけど、やっぱり間取りの中で片付けのことって意識しないでやっていくと生活しづらいとかってあると思うんですけど、うんうん、そこはなんか気づかれたタイミングとかってあるんですか？やっぱり最初に入った仕事が私リフォームだったので、うん、新築じゃなかったんで今住んでて不満を持ってる人が依頼に来るわけですよ。なるほど。だから最初から生活の不満を解消する建築っていうのがベースにあるので、はあ。そうだからその新築の人たちの感覚っていうのが理解できなかったんですよ。え、なんで住みづらくなるのが分かってんのにこんなことすんのっていうあのファンタジーの世界ね。そうなんです。だから割となんか生活に、うん、あの最初から自分が生活者になる前、実家に住んでる時から不満は知ってたんですよ、うん、なるほどね。みんながどういうところに引っかかってるかっていうのも知ってたし、うん、間取りの重要性とか人の動きと収納のあの大事さっていうのを知ってたので、それを結構ふんだんにやってたんですけど、うん、あの私汚部屋出身じゃないですかあのそういうのを知ってまあなんとなく片付けが前よりはね、やっぱり結婚してやっぱ汚部屋にねちょっと済ませるわけにはいかないので、うんうん、まあまあ標準ぐらいにはなってたんですけど、もともと苦手なのでやっぱりこう、うん、片付けるイコール物を隠すっていうあるあるですね片付けイコール隠す、片付けなさい、はいみたいなただの移動みたいなね、そうっていうのがあったので、うん、やっぱりねリバウンドを繰り返しちゃうんですよ自分が。あー、なるほど。すごく考え抜いて作った家なんだけど、うん、その建て売り住宅を建てる設計始めたらやっぱり意識がそっち、初めてのことだし、うん、夫もそんなこの私のことを聞きながらやるっていう、建築という仕事は彼は初めてだったので、あ彼は土地を仕入れる不動産の方の営業から独立しているので、あ建築はしたことがないけれども自分で建築をするという、うんうん、ことをしているので、それだけで大変じゃないですか、はい、なのにもうすごいこと言ってくる、いろいろ言ってくるみたいなそう、うん、っていうので結構やっぱり忙しくなって、しかも子供もちっちゃいし、うん、まだ1歳とか、うん、で下の子も生まれてなんかね、うん、1歳、0歳と3歳みたいな、うん、うわきついってなるともう家の中がもうひっちゃかめっちゃかになっちゃって、うん、でもやっぱ間取りと人の動きだけでは食器の山は片付きませんねみたいな、洗わないと片付かないですよね確かに。でその洗った後に、うん、あの動線とかね、大まかな流れは分かるんだけど、うん、じゃあそれをどこにどういう風にすればいいのか、うん、どんな収納グッズを使うことがいいのかとか、うんうんうん、そっちが分からなかったんですよ。なるほど ね、 あのね、私とかもお伝えしてるのって全体的な配置とかっていうのをお伝えしてるけど、うんうん、それはもう分かっていた、うん、ではその中にどうやって入れていったら使いやすいのかっていうところですね。とあとそうそう、あとはねその配置も、うん、あの物がそこにあるべきかどうかみたいなことは分からなかったので、要は使わないものが目の前にあるんだけどそれをのけるっていう思考に至らなかったんですよね、うんうん、なるほどね。でそれもだから何か分かんないけど、何か分かんないけどうまくいかない、できているはずなのに、仕組みはうまくできているはずなのにうまくいかないってなって、まあ、これはちょっと片付け勉強しないといけないかなって言って勉強し始めたんですよね。なるほど。それがライフオーガナイザー、ね、最初ね整理収納アドバイザーで一番メジャーどころの、はいはい、あれの2級受けたんですよ。
あ、じゃあ、あれの2級も持たれてる。あ、そうなんですよ。で、あれも2級受けると自分でできるようになりますっていうので、うん、まあ、なんとなく、なんか、まあ、ふーんっていう感じだったんですけど、うん、ライフオーガナイザーは、結構その、自分の価値観を大事にするっていう、ところがあって、まあ、オーガナイズっていうのがそういう意味なんですね。うん、なんで、あの、パッと見て、例えば、すごく散らかって見えるとするじゃないですか。はい。でもその人にとってそれがベストの配置だったら OK っていう考え方なんですよ。なるほど。あ、すごいそれいいなと思って、うん、で10人十色みたいな、うんうん、ですごいそれ私リフォームって結局その人その人にフィットさせていく、うん、そのもともとあった側に合わなくなった人たちが、うん、自分のライフスタイルに合わせたいって言ってやるじゃないですか、うん、カスタマイズしていくみたいなね。そう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 、だからその考え方に近かったので、うん、あ、こっちの方がなんか私には合ってるかもしれないと思ってそっちでプロの資格まで取ろうと思ってプロ資格を取ったんですよね、うん、なるほどですね。でその資格を取ってじゃあ今の、ね、お仕事の中でお片付けをお仕事に組み合わせていく そうなんですよってなった時って大変じゃなかったですか。大変ですよね。私の中ではその住まいを作ることと片付けってすごいリンクしてるって分かってるけど、うん、世の中の人はそんなことをリンクさせてないんで、そうそう、何をあなたは言ってるんですかっていう、うん、だから夫にも片付けってすごい、なんかもう片付けにこうグッと入ってる時って私建築よりも片付けってすごいなみたいな感じでなってたんですよ、うん、なんか物と向き合うことでこんなにも自分自身が整うのとか、うん、こんなにいろんな物事がこう整理できてこう自分の軸がはっきりしたりとか、うん、この暮らし自体がこんなにも変わるのかっていうのをすごく感じてたんで、こうなんかもう片付けすげーみたいな感じになっててなんか夫にそれを説明してももう分かったと、もう片付けがすごいのは分かったけどうちは建築屋ですとうん、お客さん、ね、でも片付けしたら人生変わると思うねとか、何を言うとんやと、うん、そう、これ片付けを体験した人じゃないと分かんない。そうなんですよ。ですよね。当時は私一人でもうひたすら片付けてたので、うん、そんななんか家族を巻き込むとかいう感覚もなかったし、うん、どっちかっていうとあのなんていうのかな、修行僧みたいな感じで一人であっちの方行っちゃって、うん、もう家族置いてけぼりみたいな感じで、なんかもうおーいみたいな、お前はどこの世界に行くんだみたいないやでも世の中のお片付け学び始めた人、うん、みんなそうなってると思います。そうだからやっぱりこう、ミニマリストになるんだみたいな人も、うん、多分そっちそのゾーンに入っちゃってすごい理解できるんですよ、うん、うんうん。でもあの家族はそこに行きたいわけではないからなんかそこにギャップが生まれて、ま、そう家族不和が起こってしまったりとか多い。なんかねミニマリストってすごく流行ったじゃないですか、うんうん、でその当時そのミニマリストがめちゃくちゃ流行ったのと同時に私あの女性起業家っていう世界にも足を突っ込んだので、うんうん、その女性起業家っていうのも共通してることがあって、うん、結構家庭不和が多いっていう、うん、なんかもう振り切っちゃって自分の軸を大事にするのはいいんだけど、うん、自分だけの世界みたいな、うんうんうん、なんかちょっと違うなみたいな、うん、私その世界に行きたくないなみたいな、わかるなんかあのすごい幸せって私は新しい道を行きますっていう離婚報告の多いこと、ああ多い、うん、いやいいんですよ別にそれ否定はしないんですけど、うん、私はそれは望まないっていうのをすごく感じて、うんうん、ちょっとこうその頃ですね私が先生と出会ったのは、うん、ですねそう、それまでやっぱ家族と調和を取りながら自分自身の軸も、うん、で何ならこう自分自身の軸が整ったことで家族も自分の軸が自然と整ったらいいな、うんうん、で子供は子供の人生を自分で謳歌できるようにこうそういうサポートができる母でありたいなとかっていうことを感じて、うん、まあ、建築とくっつけるっていうよりはやっぱり去年ぐらいまではそういう考え方の片付けの方法をお伝えするっていうところにフォーカスして活動してたんですよね、うんうん、ね、でそこで出来上がってきたのが12分整え部、そう、
ね、でちょっとこの12分整えるっていうのはどういうことやってるのか皆さんもね12分整えるって名前だけね聞いてると分かんないと思うので、そう、ね、ま、文字のごとく12分で整えるんですよそう12分だけなんですね。そう12分だけ、うん、でなんかなんでそんな12分にしたかっていうと、まあ、私もそのお客様と私も一緒に片付けするお客様にも一緒に、あの、私のやり方をお伝えしてやっていくっていう中で、あのみんなね、あのつまずくんですよ。何につまずくって、継続することにつまずくんですよ。わかる、そう、継続できないので私ズボラ、うん、なんかお客さんもズボラな人多いですよいや世の中あれですよ、ズボラな人の方が多いはずなんですよ。で見えてるのはズボラじゃない人が特化して見えているだけなので。そうそう、ね、そう、そうなんですよ。で続かない、わかるみたいな、私もね、うん、でなんでじゃあ続かないのかなって思うと、うん、結局私が行って手伝いするときって、あの時間割通りにね、私はね、うん、作業するわけですよ。だいたい6時間パックなんですよ、うん、朝10時に行って1時間昼休憩で4時に終わるっていう、でその6時間のうちに出して、全部出して分けて、で分けて次使いやすいように整えるっていうので、うん、それをね1対3対2って決めてやってたんですよね、うんうんうん、で1時間で出して3時間で分けて、で2時間で戻して、はい終わりで、じゃあ私が次来るまでに同じ今やり方分かりましたね、うん、次どこやっときますか、1ヶ月後に来るから1ヶ月の間にどこできそうですかって言ったら、うん、じゃあここかなみたいな感じで帰るんですけど、うん、次行ったらおうそのままみたいなわかる、下手したらまたあれ散らかってますみたいなねことが起こるんですよね、あれね。で、あーちょっとこれもったいないなと思って、うん、でできなかった理由とかも別に怒らないですよ、うん、なんでやってないんですかとか言わないですよ、うん、言わないけど、どの辺で難しさを感じたんですかっていうところを、うん、こう世間話しながら話をしていると、やっぱりこうやってってすごいなって思ったけど、私が聞いてるわけですよ、うん、出すのもはい出しましょうって言うから出す、うんうん、分けましょうっていうのも私が、じゃあここにこれを見つけたら、例えば文房具のとこだったら、うん、ペン見つけたらペンばっかりでここに置いてくださいねって言われて、言われるがままやってる、うん、で整え方もこう使ってますか、どれぐらい使ってますかとか、うん、聞きながらやるんで答えてるだけなので、うん、お客さんは自分で考えてはない、考えてるんだけど、うん、段取りは考えてないんですよ、うん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 、あと6時間っていう超スパン、長いスパンでやってるんでもう一人でやったら倒れちゃうみたいな。そう、もうあの6時間は一人で、あの自分ちも無理だもん、うん、私も疲れますよね、うん、疲れる、あの脳使うからめちゃくちゃね、うん、そうそうそうなんですよ、うん、もう判断の連続なので疲れるんですよ。で、うん、しかも私とやったその6時間ですっごい疲労困憊してるから、うん、あれを今からやるのかっていうので、うん、ちょっと厳しいなってなって、うん、15分ぐらいならできるかなって思ったんですよ、うん、で最初15分だけやりましょうって言ってたんですけど、うん、みんなやらないんですよ、うん、15分って思うんだけど、なんかこの間やり始めたら1時間かかっちゃってとか言って、うん、あそうか、じゃあ私が使ってるこの1対3対2の法則をもう極限まで短くしたら、2分で出して6分で分けて4分で戻す12分、これでどうですかっていうのでやってみたら、でやり方もね細かくちゃんと説明をして、もうキッチンタイマーとかね、スマホのアラームをかけて、もう2分で出した、まだ余ってる、そこやっちゃダメって言ってでやったらすっごいね、なんかね、みんなねタイマーが鳴るからね、すごいこうゲームみたいな感じに、あーなるほどね、なんかちょっと間に合わなかったみたいな、クソみたいなクリアできるかどうかみたいな、そう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 っていうのでやると、やっぱり毎日達成感がね、うん、味わえて、うん、それが続くとものすごい進んだんですよ。なるほどね、そう、これでね、なんか12分整え分のまずねインスタライブをずっとされていて、そう、そしてそこでファンがね結構できて私がすっぴんで片付けるっていうねそう、でもあれすごい良かったですよねそう、でもなんかそこからね、どんどんとちょっとまた進化をしてきて、今、まあ、今後これからやっていきたいこと
としてはその12分整え部もやりながらのまた新しいことチャレンジをねされようとしていると。そうなんです。その12分整えばやっぱりベースなので、うん、まあ、あの算数でいうところの計算ですよね、うんうん、四則計算の練習みたいな感じでそこがないとやっぱり他のことできないっていうので、うん、そこでベースを作ってもらってそこから動線を考え人の動きを考えてみたり配置を考えてみたりで模様替えしたりでゆくゆくはねそれこそ建築との融合家を作るときにまず今の自分がどういう生活をどういうお家に行くと理想なのかっていうのを知った上で家を作るっていうところに持っていきたい、うん、もう理想ね、そこ今年ちょっと力を入れて ね、はい、そう、もう私ねこれめちゃくちゃ楽しみにしてて、うん、で実は私もねもともとそういう考えを持ってやってきていたので、うんうん、まあ、千恵子さんがねあのうちのアカデミーにも来てくれてでそれをやっていきたいということでもう本当にあの伝授伝授そうそうなんです。もうなんかそれそうなんですみたいなそれがやりたかったのみたいな。そうで今ねちょっと、チラシを出させていただくとこれがね、今後千恵子さんがやっていく上でのちょっとね、お知らせっていうところになってくるんですけれども、まあ、まず千恵子さんのところにね、行くとどういうことをしてもらえるのか。そうですね、まず、うん、あのお家がこのお話だけでいくと、うん、家づくり始めてしまった人もまあ来ていただいたらどうにかはしたいと思うんですが、うんうん、メインは今から欲しいなって思われる方が私一体どんな風な家にしたらいいのかなって漠然と何も分かんないっていう状態から、うん、自分が何をすればいいのかっていうのがまず分かりますなるほどね。そう、自分が何をすればいいのか。そう、もう家建てるってなったらもうあれもこれもってねいっぱい出てくるので分かんなくなっちゃうんですよね人ってね。でもそこをね千恵子さんは整えてくれる。そうです、ね、そこですね、うん、一番ははい。じゃあ今後ね、まあ今年やっていきたいことの抱負があって、そのもうちょっと先の展望としては今後何を目指していかれるかとかってありますか？そうですね、まあ、でもゆくゆくはやっぱり建て売り中、どんな家を建てる人でもそういう寄り添える私が今したい仕事っていうのが職業として成り立てばいいのになっていうのは大きな野望として、うん、名前がなくてね今名乗ってるのが毎回名乗る名前が変わるっていう問題があるんですけど、うん、そういうものがこう一つの仕事として、うん、あできればいいなっていうのが一番大きな野望ですね。あの共通の野望でございますいやもうぜひ頑張っていただきたいと思います。もう本当にね、あのね、千恵子さんのところね、まず12分整え部ね、まず興味皆さん持たれていると思うので、どこから入れるかっていうと、どこから入れるでしょうか。募集は基本的にあの活動内容とかの告知はインスタグラムでもやってるんですが、うん、募集申し込みは公式 LINE の方から行っております。はい、ということで今回のね、この放送のキャプションのところに千恵子さんの、インスタグラム、それから公式 LINE、あとブログの、あの URL とかもね貼り付けてありますので、そちらからね、ぜひぜひね行っていただければと思います。はい、ということでね千恵子さんありがとうございました。はい、ではではですね、最後にですね、私の方もちょっとね告知をさせていただこうと思うんですけれども、私の場合はまあねお片付け苦手な方で、私の場合はもう本当超お片付け苦手な人最後の砦ですね。そう、最後の砦のレベルなので、やっぱりお片付けってやっていこうと思うとメンタルをね先に少し整えていかないとお片付けって進めないんですよね。なので、うん、まあそのメンタルを整える、でもその時にトラウマが結構取り、あの、なんだろう、ストッパーになってしまうことが多いので、そのトラウマをね取り払うためのもうワークだらけの、超モヤモヤ解消術っていうねオンラインセミナーを開催しますね。これね、1月の24日の火曜日の朝10時から12時っていう形でさせていただきますので、これもね、私の、いっぱい URL 貼ってあるところに見ていただいたら私も受けた。めちゃくちゃいいですこれは、ね、不思議な、ね、不思議なやつ、ね、もやもやしてないと思ってたのに私もやもやしてたって気づいちゃったり ねなんか涙が出てきちゃったり、ね、そう、あのでもこれ本当脳のメカニズムからお話をしているのでね、うん、すごい納得しやすい内容になっておりますのでね、ぜひね興味がある方は受けていただければと思います。はい、ということで最後までねご覧いただいてありがとうございました。はい、次回はね、2月の4日の17時半にお目にかかりたいと思います。では千恵子さん、最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。それでは